アスター死者区は連合王国貴族の死者区アメリカの財閥アスター家の一族で、イギリスに帰化したウィリアム・ウォルド・オフ・アスターが1917年に上されたのに始まる。かつての死者区家の邸宅、ヒーバー城。初代死者区に上されるウィリアム・ウォルド・オフ・アスターは、アメリカの財閥アスター家の一族で、 ニューヨーク州議会の下院議員や上院議員を務めていたが、1899年にイギリスに帰化してイギリス市民となった。イギリスでは、ペルメルガゼットとペルメルマガジンを所有しつつ、事前事業に尽くした。その功績で1916年1月26日には、連合王国貴族爵位カウンティ・オブ・ケントにおけるヒーバー・ジョーのアスター男爵。 ついで1917年6月23日には、連合王国貴族社区カウンティ・オブ・ケントにおける、ヒーバー・城のアスター施策に助せられた。初代子爵の長男で二大子爵を継承する、ウォルド・オフ・アスターは、統一党の政治家で就職前から庶民委員議員を務め、就職後の1918年から1919 19年まで、食料省の政務次官、 1919 19年から1921年まで、厚生省の政務次官などを務めている。また、初代施爵の三男ジョン・ジェイコブ・アスターも保守党の政治家で1956年にヒーバーのアスター男爵に助せられている二代施爵の息子の三代、施爵ウィリアム・ウォルドーフ・アスターも就職前に保守党の庶民議員を務めた。三代施爵の息子の四代施爵。 ウィリアム・ウォルド・オフ・アスターも保守党の政治家として、貴族院で活動しており、1999年に、世襲貴族の議席が92議席に限定された後も、世襲貴族枠の貴族院議員に選び残されている。2017年現在の党首も彼である。本邸は、オックスフォード・シャーワンテージにある、人事マナー。かつての邸宅には、ケント州、ヒーバー村に所在した。 ヒーバー城やバッキンガムシャーとバークシャーの宗教に位置するクリブデンマナーがあった。現当主ウィリアム・ウォルドー・オファスターは以下の爵位を保有している。失職家の宮廷クリブデンマナー。ありがとうございます。